そしてそれぞれの地域にとって非常に大きな投資プロジェクトでございますので、より開かれた議論で多くの方々の、ご理解、ご納得が得られる、そういう、決め方ですとか、決定内容を作っていく必要があると考えます。そういう観点からも今回のこの再相違点についての私どもの見解というのもぜひ国にもお伝えしながらですね、議論を深めます。今日は夕方に、県市行政会議も開かれる予定になっておりますが、この点についても話をされるんでしょうか。当然記者の皆様方にお知らせをしている内容はこういった形でお知らせをしたということで、関係市の皆様方のご関心高いので、市長会からのご要望もいただいているので、お届けしたいと思いますし、議会の方からも大変ご関心高くお問い合わせいただいていますので、そちらの方にもお知らせしたいと思います。あと発表案件もう一つの方なんですけれども、フィッシュワングランプリなんですけれども、お店の名前が何個か入っているんですが、まずちょっと細かい話で聞かせてますが、これはおいくらぐらいでいただけるのかという点と、あと現在禁漁区ということなんですけれども、供給体制というんですか、どれぐらいその、提供できるのかというのが分かれば教えていただければ、すみません、金額についてはちょっと申し上げませんので、後ほどお問い合わせいただければと思いますし、お店によっても違ったり、若干メニューによっても違うのかもしれませんので、そのあたりまた詳しくお知らせをしたいと思います。またこういうビワマス親子丼ということで、知られること、食べたいなと思っていただけること、ことは大変ありがたい、私たちも推奨したい。と同時に、この貴重な固有種を、ある意味では、しっかりと守ること、金利用品も含めて、そして一部養殖も含めてですね、しっかりとその種を安定した状態に保っていくことというのが大事ですので、その両面をですね、お知らせし、ご理解いただき、思いを持って、志を共有しながら食べていただけるとありがたいなと思いますので、単に美味しいから、フィッシュアンドランプリとだから食べてということだけではないというふうに、考えていければいいなと思います。はい、ありがとうございました。幹事は以上です。はい、ありがとうございます。それでは皆様方からご質問ございましたら、京都新聞、西川さん。すみません、京都新聞でございます。先ほどの新幹線の関連で、すみません、こういう形で相違点、分かってきたところをお出しいただいたということですが、それを改めて県としてその想定をもう一度変えるというんでしょうか、そういったことなんかっていうのは一つあり得るのかっていうのが一つと、それと先ほど知事が最後の方におっしゃったと思うんですが、いわゆる乗り入れ問題なんですが、これは あくまで要請をするだけなのか、そうかまた今回のように県としてその試算をするということもあり得るんでしょうか。まずですね、今回明らかになった相違点、まだ十分解明できてないところもあるんですけども、今回までに明らかになった相違点を踏まえて、再調査なり、再想定をするのか、私はむしろ、そうするよりも、それぞれの前提の違いについて、明らかにし、議論をする方が良いのではないかと思います。と言いますのも、例えば輸送密度の相違に影響しているだろうと思われる米原駅の乗り換え時間および停車駅、列車速度、これらは例えば米原駅の乗り換え時間を国は15分と見ているところ、本県はこれは関西広域連合の設定値がありますけども5分、停車駅については、最速達のこの列車タイプですと国は敦賀駅を通過すると想定されてますが、本県は敦賀駅は停車すると見てますし、列車速度のタイプも最速達タイプを国では約200キロと時速ですね想定されてますが、県は
165キロで想定しています。まあ、この違いを想定し直して計算すると結果国と同じ状態になるんだけど、そのことの意味よりもむしろどこに前提を置いて比較して、大きなプロジェクトの決定をしていくのかということをしっかりと議論する方が建設的ではないかなと考えます。でなお、もう一つのご質問でございました、乗り入れの問題は、もちろん私たちは乗り換えで、これまで、言ってきましたし、そして、計算もしてきましたが、この間いろいろな方々から提示されているようにリニアの開通を展望して列車ダイヤを考え今後の交通体系を考えてきたときに乗り換えだけが唯一無二の選択肢であるのかというと私は空いてくる東海道新幹線の一つの可能性として北陸ルートからの乗り入れというものは私はあり得るであると考えますし関係するシステムの違い等々については十分乗り越えられるのではないかと考えます。いよいよ作る時間軸というものが明らかになっていると、リニアのことも当然考えた議論展開になっていくと思いますので、これまで通り、いや、これまで以上に、この米原駅からの乗り入れということについても、主張をさせていただきたい。多くの方々の、なんていうんでしょうか、理解を問うというか、ご賛同の度を問うていきたい。繰り返しですけど、その乗り入れを独自に試算するというのは、かなり難しい話になるんでしょうか。乗り入れの試算、やってました。この間の調査委員会に出した3号で、3号で出した、すでに、これ本件の、本件の調査結果の中に参考資料で入っていることもありますので、そういうことをどう使うかと。いかがでしょうか。はい、ちょっと言いましたね。中日の中です。京都新聞さんに関連するんですけれども、国は、米原乗り入れに関しては試算調査結果を出していない。ただ試算では、札幌新幹線が北海道新幹線が札幌開業してから、北陸新幹線の敦賀伊勢に着工するということを言っている。で、その前提で考えると、リニアの大阪開業をした後に、北陸新幹線 の大阪開業になるというふうに思うんですけれども、その場合、滋賀県の主張として、東海道新幹線が着くから、米原乗り入れも可能になるという主張もできるのではないのかなと思うんですが、その点ではどうですか。まずですね、私どもはできるだけ早く着工していただき、必要な財源等を作っていただいた上で、できるだけ早く着工していただいて、早期にネットワーク効果を発現するべきだというふうに何か主張をしていますので、必ずしも国のおっしゃるその平成43年着工を想定するというものと同じ考えを持っているわけではありません。で、ただおっしゃる通り、その国のもし想定さえ、そのことが現実のものとなるとすれば、当然今おっしゃったようにリニアの開業、これは名古屋までのみならず8年、国の支援を入れて前倒しすると言われている、これは2037年ですか、名古屋大阪リニア開業、こういうものと北陸新幹線敦賀伊勢ルートの完成時期が非常に重なっていくというのであれば、よりそのなんて言うんでしょうか、東海道新幹線のダイヤを考えた米原駅場面での、乗り換えだけではない乗り入れというのも現実的になっているというふうに思いますので、
そのあたりのことは少しそのスケジュールとは別に議論をしていくということがいいのではないかなと思います。そしたら現段階では乗り入れを国に働きかけていくということはもう一度、与党の検討委員会に12月に伝えあると思うんですけど、はい、そこはちょっと最終検討します。まず繋がらないと乗り入れもできないわけですから、私たちはまず繋げろと言ってるわけですから、その議論に資するのか資さないのか、テーブルに乗せた方が理解が得られるのか得られないのか、そのあたりの見極めもいるのではないかなと思います。はい、それとお時間のあと2分ぐらいになってまいってます。あとあらお二人でよろしいでしょうか。まず読売の河村さん、それから日経の橋立さんの順番で切らせていただきます。読売新聞です、はい、話は変わるんですけども、はい、川にかかる橋の話で、川にかかる橋、はい、で県管理の分で、はい、管理者がわからないという橋が、たくさんあるということがこの間分かったということなんですけども、それについての知事の、受け止めと、一応県が、管理すべき河川にかかっている工作物ですので、それを今後どのように対処していこうかというのもしお考えがあれば伺いますか。はい、早急に対処する、そもそも所有が誰なので管理主体が誰に責任になるのかということは早期に明らかにしなければならない課題だと思いますし、当然のことながら河川管理者としての責任を果たしていかなければならないということですし、ぜひ市や町、地域の方々と連携しながらですね、その所在を明らかにして、我々この橋のみならず構造物の長寿命化対策取り組んでおりますので、その中でしっかりと対処していただきます。早急にというお話だったんですが、ただ問題が分かってからの時間を考えますと、もうその早急にという言葉が3年ぐらいもう最初に分かってから経っているんですけども、それについてもしご意見、早急にというお言葉回数だけなんですが、ちょっとできるだけ早急にやりたいと思います。で、限られたマンパワーの中でどう把握するのか、交通量ごとの優先順位を決めるという方法もあるでしょうし、県だけでできないところを市町のご協力をいただきながらということもあるでしょうし、やり方も含めてですね、工夫しながら早急に把握対処できるといいと思います。今最後に行っていい、すいません、1点だけなんですけど、また新幹線もつまりですが、はい、ちょっと一部経済人の人たちの間で、はい、オバマ京都ルートの方がかなり重要だという話になっている中で、北陸新幹線2世は1本だけでいいのかと、オバマルートもあるし、バイバルルートもできるんじゃないかと、イオンを作ってもいいんじゃないかと、ネットワーク網という形で、そういう運動していった方がいいんじゃないかという人たちもいるんですよ。その点についてはどうお考えですか。どなたがどういう文脈でそれをおっしゃっているのかというのは分かりませんけれども、私は経団だと思います。一つは私たちはかねてから北陸圏と中部圏と近畿圏での結節点としての役割を果たしていく、でいよいよその敦賀伊勢をどう整備するのかということを本格的に検討する段階において、その私どもが言ってきた結節線としての役割というものを重く考えていらっしゃる方からのご発言ではないかなと思うんですが、そういうことであれば私は敬願だと思います。ただ今国がどういう方向で決めようとしているのか、そういう選択肢があり得るのかないのか、また財源面でどう整理がつくのか、また計画のレベルの違いがありますので、国の計画のレベルの違いがありますので、そこをどう乗り越えようとしていくのか、課題はあると思いますが、私はそういう主張については経緯があると思います。よろしいでしょうか。
それでは本日の定例記者会見以上で終了させていただきます。ありがとうございました。